皆さんどうもお疲れ様です。伊達丸です。今回はリフにできた新リフ南館にお邪魔させていただきました。この日はオープン日、誠に申し訳ないことに、動画作成の方が大変遅れてしまい、今現在編集をしているという、そして今回アップロードをさせていただいたというところでございます。そうですね、今回一本撮りで動画を作ってみたいなということがありまして、言葉に間違いなどがあったとしてもこのまま続けさせていただきます。申し訳ございません。この新リフ南館なんですけれども、本当に駐車場が広くて、たくさんの、遠く各地からもし来たとしてももうみんな駐車できちゃうんじゃないかっていうぐらいすごい広いところでした。で、初日だったんですけれども、やはり大行列、皆さん情報をかき集めてですね、いろんなところから来ているんだろうなと思いました。で、僕イベントがあってそれを見たいなと思ってすごい開店の45分前ぐらいに来てたんですけども、もうイベントの席数というか全て満席になってしまっていたみたいで、今回中に入れなかったという、状態が今この映像で流れてます。本当に見たかったんですけどね。はい。で、また別の入り口のところに並び直すというような感じです。本当に、でも大体ここから30分ぐらい待って、回転するんですけどね。はい。いやー、でも待ってる間もすごい楽しみでそわそわしちゃいましたね。開いたみたいですね。もう本当に皆さんもどこから回ろうかなとか、たくさんそんなお話を耳にしました。僕もね、本当に、僕あんまり情報をかき集めないでそのまま、興味本位で来てしまったので、本当にどこに行こうか、まずどこに何があるのかわからない状態で、はい、入店しました。はい、もう報道陣のこの右側に今、そうですね、はい、いらっしゃるこの皆さんですね。皆さん報道陣なんですけど、もう各社集まって、で、もうこの日なんですけど、本当いろんな会社の偉い人たちがきっと来てるんだろうなと、もう本当名刺交換を至るところでやってたので、すごいそういう光景もオープンならではなのかなとそういう思いました。はい。で、今回だったんですけども、3階の方にですね、面白い VS パークというものが、はい、新しくできたようだったので、本当に駆け足で行っちゃいました。もう僕も結構早く、入店した方なんですけども、この状態ですね。もう、すぐ並んでました。実は後日、友達夫婦と一緒に行ったんですけど、めちゃくちゃ面白いです。今だけ確か1800円で入れるんですかね、1時間。もう何でしょう。もう本当に、昔やってテレビでやってたフレンドパーク、もう本当そのものでしたね。もう疲れちゃいますね、この年の僕ですと。若い子だったらすごいいっぱい楽しめるんですけど。モニターも、友達が結構、そういったモニター関係、施設のものに関して詳しい友達だったので聞いたんですけど、あのモニターも3000万円ぐらいするんじゃないかって友達は言ってました。お金ありますね。さすが、イオン。で、ここでですね、あるお店のお姉さんに声をかけていただきました。はい。ちょっとね、小腹も空いてたところだったんですけど、回ろうかな、どうしよう、ここにしようかなって、ご飯どうしようかなって思ってたんですけど、本当に、縁だろうなと思って。はい。せっかく、チラシだったり、ドリンク券もらったので、ちょっとこちらで食事をしようと、今回思いました。本当にすごいですよね。ここで撮影交渉ですね。結構恥ずかしいですよ、これ。お姉さん優しいからね、よかったんですけど。いや、お姉さん怒るだろうね。
もう全然編集しなあ、遅れてたからな。撮影許可をもらって開店というところですね。でこちらのお店なんですけれども、ボーラーズさんというお店なんですね。仙台といえばスポーツ、なぜかというと楽天と AT ライナーズ、ベガルタ、まあ、その他にもバレー、女子バレーボールだったり、まあ、プロスポーツがたくさんある県でもあるんですね。もうその地方、まあ、仙台、宮城県のそういったクラブチームのものを、まあ、テレビっていうかそのスポーツを見ながら食事ができるといった、まあ、本当に画期的なお店なんですけれども、まあ、今回僕が、食べさせていただいたのがこのオムカレーなんですけどね、ラー油をかけるんです。でどんな味なのかなって最初全然わからなかったんですけれども、もう本当にもうこのオムライス、カレー、ラー油が混ざって美味しいなんて初めて知りました。もうに僕今年の26になる年なんですけど、あ、じゃあ27か27になる年なんですけど、すごいびっくりしましたね。あとこちらのお店はこのように返却をして、あ、本当にあと出て帰るって形です。お支払いも、まあ、最初に済ませるような形なんでね、はい、ぜひ皆さんも見てみてください。あとはもうブラブラーっとしてきました。まあ、H&M ですね。僕 H&M 好きなんですけど、すごい広くて、まあ、男性と女性で、まあ、どこも H&M もそうなのかもしれないんですけど、まあ、本当にシンプルに分けられてましたね。でキャンプ、27になるとキャンプがね、やっぱもう家族欲しいなって思う時期じゃないですか、ね、20代後半アラサーですよ。ここ友人夫婦とも一緒に行ったんですけど、すごい、まあ、いろんな、まああのまあ、有名なブランドが置いてあって、もう楽しかったですね。うん、あとイオンでもう最後にびっくりした内容なんですけど、なんかチラシを配るロボットがびっくりしました。もう未来だなってこのお店、そう思いましたね。まあそんな感じで、4モール楽しんできました、ね、ぜひ皆さんも、時間があったらぜひ4モール来てみてください。まあ、今回ちょっと一本撮りという形で大変恐縮なんですけれども、はい、もし最後までご視聴いただいている方がいれば本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。